バクートビリシーコールカルス鉄道はアゼルバイジャン、ジョージア、トルコの3カ国を通る鉄道路線2017年10月30日に開業した総延長距離は 826km であり既存路線に加えて 105km の新線が建設された開業前の2012年に発行されたジョージアの切手この国際列車プロジェクトの主な目的は アゼルバイジャン、ジョージア、トルコ三国間の経済関係を改善し、ヨーロッパとアジアを結ぶことで国外からの直接投資を得ることである。アルメニアの一部の論者はこの国際列車プロジェクトについてアゼルバイジャンが地域経済プロジェクトからアルメニアを孤立させる試みであると指摘している。とはいえ、アルメニアとアゼルバイジャンはナゴルノカラバフの帰属をめぐって 緊張状態にあるため、アルメニアを通過するルートは政治的に不可能だった。サミュエル・ラセクは、アゼルバイジャン・ジョージア・トルコ間の地域協力に一層貢献するだろうが、南コーカサスにおけるアルメニアの疎外についても新たな局面に至るだろうと指摘している。アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領は、2005年にもしこのプロジェクトが成功すれば、アルメニア人は完全に孤立し、 さらなる問題が発生するだろうと述べた。この路線はもともと2010年に開業する予定だったが、2013年、2015年、2016年と開業予定時期は遅れ、2016年2月に行われた第5回三国間外務大臣会合で2017年開業と発表された。2017年9月27日には、飛びりしや春から帰還で、 初めて旅客列車による試験走行が行われた。10月30日には、アゼルバイジャンのアリエフ大統領が主催する開業記念式典が開催された。トルコ領土に 76km、ジョージア領土に 29km、計 105km の新線が建設された。ジョージアのアハルカラキからマラブダ間、また、ジョージアのトビリシからアゼルバイジャンのバクー間の既存路線も改良された。 総延長は8 2 6トルに達する。ジョージアとアゼルバイジャンは自国内の鉄道路線2 5 2 0ト、mm、ルの後期を採用しており、アハルカラキトビリシバ空間の既存路線の期間は変更されていない。ジョージア領土の新路線区間やトルコ領土はトルコ国内で採用されている標準機で建設された。相当主学は後期と 標準機の積み替え施設の整備、既存鉄道の改修を含め10億ドル以上とみられる。年間輸送能力は当初が貨物650万トン、旅客100万人。トルコ政府は2034年に貨物1700万トン、旅客300万人への拡大を見込んでいる。この BKT 鉄道は単に三国間の輸送だけにとどまらず、 バクー港とカスピ海対岸のアクタウ港やトルクメン橋、港を結ぶ鉄道フェリーにより、中央アジアと欧州を結ぶ物流を担う。開業式典には、カザフスタンのサギンタイフ首相、ウズベキスタンのアリポフ首相らも参加。2017年11月15日には、アフガニスタンを含む中央アジア5カ国が、BTK 鉄道へ接続する、物流網整備に関する協定を結んだ。 ありがとうございます。